皆さんこんばんは。横浜 FC 対愛媛 FC、 解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ北澤さん、今日の見どころをお話しください。はい、そうですね、両チームとも本来いろいろと仕掛けられるバリエーションありますからね、そういった意味で期待できる試合ありますよね。そしてね、早いうちにやはりゴールシーンを見たいですよね。そうですね、横浜 FC としては最初からプレッシャーをかけてくると思いますよ。はい、本日はそんな一戦を迎えています。好ゲームを皆さん期待しましょう。キックオフスタート。左送って寺田、ここは大きく蹴りました。右サイド上がっていくアンヨンハ、左サイド駆け上がる、果敢に攻める、奪えない、左サイドだ、トラップしたぞ、シュート、ゴール。前半まだ始まったところ、横浜 FC先制ゴールを決めました。ゴール右隅に決めてきた。しかしいいところで決めてきますよね。はい、そして一旦バランスを崩しながらも結果としてうまく収めました。画面ではリプレイをご覧いただいていますですが、見事な先制点となりましたね。横浜 FC 先制ゴールを決め1点をもぎ取っています。いや、しかしね、これで相手のモチベーションも上がりますからね、まだ分かりませんよ。はい、引き続きここから注目していきましょう。前線へ松下、奪われる。さあこのボール中4人いますよ。オープンスペース、固い守り、左へ、さあ前には2人、この後でしょ。中島、左、堀米、村上、ボールを奪う、これは通りませんでした。ヘッド、奪われ、硬い守り、前半も15分が過ぎました。吉村、林道、奪います、
カットします。ちょっと合いません。西岡右、さあここで奪う、ここで受ける、いい展開です。クリアされます。右、奪われ、預けて右に、さあスペースを狙う。二人いますよ。合わせてポストの右。それにしてもああいったシュートは思い切りの良さを感じられますよね。中に人がいる、シュート、ここはクリアします。縦に、おー、どうだ、ボールはクリア。しのいだ、これはコーナーキックです。誰に行きますかね。さあ狙っていった、拾いました。もう一度シュート、このボールはクリアです。横浜 FC コーナーキックが続いています。続いてますね。さあどうする、頭で流し込む、惜しいシュートでした。いや惜しいところでした、チャンスでしたよね。もったいない感じですね。30分を回りました。センターフォワード三浦、ボールを奪われます。前線です。堀米、村上、おっと前に3人上がっています。ゴール向かってきますよ。よく守っている。うん、拾った。戻して愛媛、今のところ1点のビハインド。今はリードされている状態ですが、だんだんとこううまく攻めてきてはいませんか。そうですね、リードはされてますけど、いい動きしてるんですよね。また戻す、大きく前線へ、寺田パス、藤、北澤さん、はい、愛媛現在1点差を追っています。先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくコントロールしていますよね。そうですね、非常にうまくボール回してますよね。プロッツ、内田、前線へ、うわー通った、ロングシュート、ポストの左。そろそろ前半の40分を回ったところです。内田、横浜 FC 中央から上がっていく、藤、
通りません。ちょっとね、感覚が逸れたかもしれませんね。前線へ、さて北澤さん。はい、愛媛今のところ1点のビハインド、だんだんとこうビルドアップの場面でのミスというのが多くなってきているように見えるんですが、いかがでしょう。ちょっと危険な位置で取られるケースが多いので、もう少し丁寧に行きたいところですよね。はい、吉村、堀米、表原、ここで長い笛、前半終了です。北澤さん。はい、横浜 FC 前半に先制して折り返しました。そうですね、本当にいい雰囲気で折り返せたと思いますね。なるほど。後半スタート、エンドが変わっています。向かって右のエンドから攻めるのが横浜 FC、 反対側左のエンドからが愛媛。センターフォワード、フロッツ、中央にいるぞ、いいディフェンスを見せます。松下、渡ります。おっと、これピンポイントだ。後ろへ流して、正面に2人入っていきます。渡ります。中央へボールが出てきた。さあシュート、素晴らしいゴールですね。後半始まったばかり、横浜 FC 大きな追加点、左足で決めます。ノリに乗っています。ここはね、見せてくれましたよね。そうですね。さあ画面にはリプレイが出ています。しかしうまく決めました。いやね、本当にいいところで決まったと思いますよ。愛媛、後半に入ってちょっと出鼻をくじかれた感じになりましたね。そうですね、辛いですけどね、ここは耐えどこですよね。パス交換、出てきた、フロッツ、ディフェンスに合いました。長いボール、寺田、さらに前線、さあ中から行きます、戻す、誰が前線に待っているのか、後ろからさらに行く、いいでしょう。コーナーキックです。ここを集中した方がいいですね。ここで選手の交代があります。このボールはクリアです。ここは打てる、フィスティング、もう一度コーナーになります。ここは大事にいってほしいですよね。ここで選手交代、ゴール前へ入れた、ここは精一杯クリアします。右からのチャンスになる、再びコーナーキック、ここで選手の交代が告げられます。出ていく選手ですけど、見ていてだいぶ運動量も落ちてましたから、そういった交代だと思いますよ。どう攻めてくるんでしょうか。
ボールはキーパーへ。ここは一旦キーパーへ。このボールはクリアです。後半も15分が過ぎました。奪います。関根、川原、シュート、内田、松下、前には一人います。ここでクロス、村上、大きく蹴ります。クリアです。長いボール前線へ。右、愛媛、真ん中から上がっていこうというところ。いいところへ上げてきた。頭で合わせた。ここを外した。愛媛、クロスから頭で合わせましたが及びません。いいアプローチいってますね。渡ります。ここスペース見つけたいですね。ファールに合います。三原と左からゴール前を狙っています。自分で行く。中央にいる。再びチャンスになった。これはクリア。前線へ、前線へ、内田、小池、勝っています。ふわっとしたボール、戻す。セカンドトップ小池、奪います。市村、戻す。前線、村上、サイド、三原、愛媛、ここまでの戦いどうなんでしょうか。そうですね、もう2対0ですから、ここはロングで思いっきり一度打ってみるのも手ですよね。入らなくてもそれが牽制になる時ありますからね。村上、吉村、川原、左サイド、ここも簡単にボールを奪われてしまいます。さあチャンスを迎えた。ああいい感じです。よく守ります。おっと一人で上がっていく。切り替え早いでしょ。小池、これはファールを取られましたか。ここで選手の交代があります。今後半の40分が経ったところ。三原、ここは一難逃れます。カウンターですよ。長いドリブル、おー来た、打つ、ポストの左です。
ですが北澤さん、今の攻撃なんですが一人で持って上がりましたね。そうなんですよね。ああいったプレーが相手にとって脅威になる時もあるんですよね。両チームここでメンバー交代のようです。見ていてスタミナ切れた感じするんですよね。監督変えてきましたね。前線です。右に渡るか、つながっていく、中には一人、これはファールの判定。さあこの位置から蹴ります。大西これを防ぎました。あっとここで長い笛、2対0、横浜 FC 見事勝利を収めました。今日の試合を振り返ってどうでしょう。そうですね、